はい、酒好きな新潟人の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、リクエストにあったんですけど、ボジョレ・ヌーボーをね、買ってきました。というか、まあ、リクエストにあったというか、買ってきて、その日に、コメントを見たら、ボジョレ見たいなっていうコメントがあったんですけど、まあ別にね、普通に買ってきていました。まあちょうどいいかなと。ね、リクエストにもありましたってね。こちらがですね、ちょっと値段高いやつを買ってきました。ジョルジュ・デュブッフ・ボジョレ・ヴィラージュ・ヌーボー2015というですね、ボジョレの帝王、ジョルジュ・デュテ、デュ・ブッフ氏が、醸した濃密で、滑らかな味わいのワンランク上のヌーボーです。華やかでありながら繊細な香りと味わいが特徴ですという。こちらですね、値段が2500円もしたんですけど、本当はね、普通だったら俺に1000円ぐらいのね、やつを買うんですけど、まあ、今年はね、ちょっと買いましたと。まあ、高いやつはね。ジョルジュ・デュブッフブランドというね、ヌーボー1台で、世界の名酒に育て上げたボジョレの帝王という、ね、おっさんがですね、おっさん作ということで、です。まあ、ワインには詳しくないんで、あれなんですけど、2500円もしたやつを買ったのは、久々っていうか、本当にワインは俺1000円ぐらいのしか買ったことないからね。世界で愛されるデュブッフブランド。作り手ヌーボーを1台で、名酒に育て上げた、ボジョレの帝王。で、ブランドが、毎日200余りのキュベをデュブッフ氏自らがテイスティング。ブドウが400件以上の優秀な生産者から厳選と、なってます。アルコール度数が、なんだ書いてない。13.5 度。13.5 度ですね。容量が 750ml。原産国がフランスとなってまーす。軽く冷やしてどうぞ。ライトボディのね、となってます。まあ、ライトボディが一番飲みやすいやな。うん。軽く冷やしてって言うけど、まあ、全く冷やしてませんけど、まあ、まあ問題ないでしょ。冬ですから。冬ですから問題ありません。よいしょと。デュブッフ。デュブッフブランド。それじゃあ乾杯。まあ一年に一回ですからね。ボジョレはね。うん。うん。普通のワインと何も変わんねえな、これ。やべえ、2500円完全に損した。なんか違うかなーと思ったんですよ。高いやつはね。でも多分、ワイン、ほとんど俺、ワイン、ウイスキーとかだったら結構味の違いとかわかるんですけど、ワインは、全然わからんね。普通に飲みやすい、普通のワインです。もったいな。まあ、今年のヌーボーはですね、ボジョレさんは、確か、2009年に匹敵する、2009年がすごい良かったって、今世紀最高のうまさらしいです。噂によるとっていうか、ググったんだけど。だから、一応、だからっていうのもあったんですけど、だからね、まあ、うまいっていうことなんで、高いの買ったんですけど、全然だな。うわぁ。これはあかんわ。これはあかんかった。全然普通のワインだ。誰だよ、このなんとかビュッフとかいうやつ。
ジョルジョ・デュブッフとか。知らんちゅうねん、こんなん。ボジョレ。ググりまーす。ボジョレ。これ結構ね、ボジョレっていろいろ種類があって。ジョルジュ・デュブッフブランドっていうのは。ジョルジュでググります。ジョルジュ・デュブッフ。あ、あったあった。サントリー。これどこさんだこれ。輸入者及び取引先。サントリーですね。輸入者がサントリーです。一応サントリーのサイトに。載ってはいるんだけど。ボジョレ・デュブフ。製品一覧。ジョルジュ・デュブフ・ボジョレ。何でもいいか。違いが全然わからん。ワンランク上のヌーボーとか書いてあるけど。ボジョレ地区北部38村の中でも特に良質のブドウが取れるエリアはボジョレ・ヴィラージュと呼ばれます。この地の畑で大切に育まれ、丁寧に収穫されたブドウをフルーティーさが濃縮した深みのあるワインに仕上がります。華やかでありながら、繊細な香りと味わいが特徴。フランス国旗の色である赤、白、青の花をボトルに散りばめました。だから特に良質のブドウを取れるエリアから採取されたやつだから、これかなりやっぱ値段だけそうあっていいワインっぽいですね。まあ、どうなんかしら。もっと高いやつあったけど、3000円とか、3500円とかあったけどね。全然わからん。もうね、そこら辺で売ってる、ワインと何の喧騒もない安いやつ。1000円以下のフルボトル1000円以下のね、そこらで売ってるボジョレじゃない、通年販売のなんだっけ、俺が前さ、飲んださ、なんだっけ、無添加ワインとかなんとかあったよね、サントリーの。サントリーだったっけ、あれ。安定のね。安定の確か、無添加のなんとかかんとかワインみたいな。あれ美味しかったよね。あっちの方が断然美味しいっすね。サントリーじゃなかったか。無添加ワインとかなんとか。無添加ワイン。メルシャンだ。メルシャン美味しい酸化防止なんとかかんとかの赤ワインってやつ。これ美味しいよ。普通にうまかった。ちょっと、なんか、ポリフェノールがどうたらこうたらっていうのがあって、で、ポリフェノールがほら、体にいいって言うから買ったんですけど、案外美味しかったです。で、確か微妙になんか甘かったやつがあって、個人的にね、ワインはね、甘いやつの方が好きなんで、かといって甘すぎる赤玉ポートワインとか、あれはちょっと甘すぎて飲めないんで、あれは普通のワインで割ったような味が、のワインがいいんですけど。まあ、かといってね、まあ、ワイン自体そんな、いらないんだよな。まあ、本来ワインってこんな単品で飲むんじゃなくて、結局なんか食事に合わせて飲むっていうのが、普通なんでしょうけど。
まあ、ね、まあ、たまにはいいでしょ。たまには。ソムリエが試す800円以下の格安ワイン。だって。まあ、ほんのり甘いのがいいよね、やっぱね。甘すぎず。ちなみにこのワイングラスは、サントリーのプレミアムモルツの香るプレミアムについてきた。これワイングラスっていうか、本来ビールグラスなんで、ビールにくっついてきたやつ。まあまあ、ワインってこんな味ですよね。普通のワインは、ね、一般的な。本当に別に甘くもないし、まあほんのり渋いというか、いう感じはありますけどね。まあ、ライトボディーならこんなもんでしょ。ヘビーとかの、ヘビータイプのやつとか、ヘビーっていうの、なんていうの？ライトじゃなくてヘビーだっけ？フルボディーか。フルボディーのやつ前買ったことあるけど。うん、やっぱ、コクがあるっていうか、重かったよね。味がね。口に入れた時もなんか。こっちはなんか、口に入れた時結構水っぽいなーって。ライトボディなら、だからね。でもこのフルボディとかになると、口に入れた時になんか、水っぽいなーっていうのがあんまないですね。なんか簡単に言うとなんかコーヒーみたいな感じ。コーヒーでもやっぱり濃さとかあるじゃないですか。コーヒーの普通のコーヒーと、普通にインスタントで入れたコーヒーと、ドリップちゃうわ。なんだっけ。エスプレッソで入れたやつとかね。エスプレッソの方、エスプレッソだとやっぱり、断然重さが違うよね。これエスプレッソは確か一回っていうか普通の店で一回だけ飲んだことあるけど、確かね、大阪のね、大阪の、日本橋にある大阪の日本橋のね、メイド喫茶でね、飲んだんですよ。こんなぐらいのね、すっげえちっちゃいね、カップの、こんぐらいのカップの、に、とりあえず、初めての、ね、メイド喫茶だったんですけど、いや、初めてっていうかね、初めては確か俺、ぼったくられて5000円ぐらい払わされたから、ね。大阪の日本橋のね。2個目に行ったところが良心的で。普通の喫茶店で女の子がね、メイドの服着てるだけっていう感じの。そこでとりあえずじゃあエスプレッソって頼んだんですけど。とにかく甘かったのと、結構重かった。エスプレッソはやっぱりすげえ甘いんですよ。そもそも。エスプレッソっていうのはそもそも、いわゆる苦いのでめちゃくちゃ砂糖を入れて飲むのが一般的なんですよ。一般的っていうかさ、日本じゃない。日本のものじゃないでしょ。もともと。
ブラジ、なんかどっか、どっか、どっかのやつでしょ。とにかく少ないね。あの、コーヒーカップが 50cc か 100cc 以下だったね。すげえちっちゃーと思ったの。なんじゃこれやって。思った感じですね。で、コンビニで買えるエスプレッソで俺が好きなのは、あの、一番俺がおすすめするのは、あの、セブンイレブンとかで普通に売ってるんですけど、あの、牛乳とかさ、あの、500ml の紙パックのやつが売ってるところに売ってる、あの、なんだっけな、エスプレッソコンビニのね、あれなんてやつだったっけな。あ、トリプレッソですね。マキシムのトリプレッソっていうやつが売ってるんですけど、これが容量が、まあ値段が200円ぐらいするんでちょっと高いんですよ。容量 300ml ぐらいのやつか。あの、スターバックスのエスプレッソとかも売ってますけど、あれは全然美味しくない。ああ。トリプレッソめっちゃくちゃうまいよ、これ。ただ高いのが、なんていうんだっけ。トリプレッソがね、めちゃくちゃうまい。これがね、めっちゃうまいんですよ。これほどうまい、あの、エスプレッソのね、コーヒーはね、飲んだことがない。ってぐらいうまい。すっげえコクがあるし、香りもすごい強いし。これやべえ。まずトリプレッソ、これ最強。ただ、値段が高いっていうのが、あの、唯一の難点。で、それなりに甘いっていう、結構甘い。で、かなり甘いけど。でも、エスプレッソってもともと甘いもんだから、まあ、こんなもんでしょっていう感じなんです。とにかく、うまい。俺、初めて飲んだ。びっくりしたもん、これ。うますぎて。あの、セブンイレブンのね、コーヒー、あの、レジ横にあるコーヒーもあれ全然うまいんだけど。やっぱこれが一番うまいね。コーヒーで。普通にそこら辺に売ってるコーヒーで、一番うめえなと思うのは、このトリプレッソが多分、個人的に最強じゃないかなと。で、このトリプレッソがね、あのね、1リッターのね、ペットボトルのやつもあるんですけど、これは全然美味しくないですね。なんかミルクと1対1で割ろうみたいなやつがあるんですけど、これ全然美味しくない。前買ったことあるんだけど。普通にね、買ってみたんですけどね、全然ね、ボトルコーヒーのやつ。全然自分で1対1で割って飲んだんだけど、全然甘さもそんなにないし。やっぱあの、カップのやつね。コンビニに売ってるようなやつ。それがね、一番うまいわ。うん。あとインスタントコーヒーとスティックコーヒーもあるみたいです。けど多分まあ、ろくなもんでもないでしょう。多分あんまり美味しくはない。とは思いますけど。特にインスタントコーヒーなんて多分、ほとんど変わらんだろう。トリプレッソはね、本当にね、美味しい。本当に美味しいです。なんで、ぜひね、今度、あの、見かけたら、コンビニで売ってますんで、ぜひ。飲んでいただきたい。です。うん。
コクと、特に香りがやべえな、あれ。ということで、ボジョレ・ヌーボー、今年はいただきましたが、高いやつを買いましたけども、まあ、これは、大したもんでもねえよ。これは買わない方がいいですね。これは買わない方がいい。これ2500円も出す価値ねえよ、これ。1000円で買えるわ、こんなもん。3331です。ご視聴ありがとうございました。